おはようございます。ドライトニュースの時間です。残念なお知らせがあります。マインクラフトレジェンズのアップデートがついに終了しました。こちらをご覧ください。こちらは昨日のマイクラレジェンズに関する記事で、新しい失われた伝説雪 vs 豚の花が先日追加されました。こちらが最後の失われた伝説となりました。そしてこれからの開発についての項目があり、後半の方では開発から一歩引くことになりました。今後新しいコンテンツの追加がなくなり、つまりこれ以上アップデートが行われないということです。これが最後のアップデートとなりました。非常に残念です。最後にマイクラレジェンズのマーケットプレイスで無料でスキンがもらえるようです。こちらのマイクラレジェンズのマーケットプレイスでブライトアイヒーローのスキンが無料でもらえます。そして失われた伝説では雪と豚の花が追加されています。最後のコンテンツなので遊んでみてはいかがでしょうか。マイクラレジェンズは去年の4月に発売され、今年の1月にアップデート終了となりました。まだ1年も経過していないのに終わってしまうとは早いですね。マイクラレジェンズのアップデートが終わり、それに対してのコメントを紹介いたします。楽しかったです。でも次回も頑張ってください。あなたのあらゆる動きとゲームを常にサポートします。モヤンとマインクラフトチーム、思い出とあなたがリリースした素晴らしいゲームをありがとう。この試合は私が期待していたほど良くはなかったが、それでも残念だ。マイクラレジェンズは寂しくなるでしょう。モヤンさん、あまり言いたくないのですが、キャンペーンをクリアした後でこのゲームをプレイする意味はありませんでした。いくら新しいモブや新しいマウントがあっても、すでにプレイしたキャンペーンをリプレイさせることはできません。私は偏見があるかもしれませんが、ダンジョンの作業に戻ってください。応援もあれば辛辣なコメントもありました。自分的な感想としては、キャンペーンをクリアした後にまたゲームをすることはなかったですね。少しだけ失われた伝説をやりましたが、その後は特に何もせず終わりました。ダンジョンズのようにエンチャントのやり込み要素もなかったので、クリア後の楽しみがそれほどなかったのも残念でした。周りもやはりそう思っていた人が多かったようですね。すぐに終わったことは残念ですが、やる人も少なければ仕方ないですね。以上、マインクラフトレジェンズのアップデートが終了することを発表しました。1年も経たずにアップデートが終わるとは思いませんでした。実際プレイしてみてすぐに終わった感じだったので、自分も長く続かなかったですね。早く終わるのも納得しています。ただ早すぎたなぁとは思いました。次のマイクラを楽しみにしましょう。それでは良い一日を。